まあそれにしてもね、まあ、先週、ね、になるんですかね、あの週刊文春で、ですねあの、まあ、森友学園問題で、えー、なんていうか、文章改ざん、えー、させられたというね、近畿財務局職員、この方、まあ、自殺ということでね、まあ、本当、まあ、その方の手記が、まあ、遺族、ね、奥さんから出てきたということで、まあ、これがまあ大きな問題になって。 で,でその野党もですねやっぱ森友問題再検証チームっていうのを作って、ですねやっぱもう1回、まあ、新しい事実が出てきてるわけですからね、す、え、べ、ーまあ、て元当時の、ね、理財局長の指示でやったというふうな手記っていうのは、これ、新事実ですから、まあ、だからやっぱ安倍さんもですねやっぱ再調査、えー、すべきだと、財務省もね、あそう。 財務大臣もね。でも、今日でもですね、改めて安倍首相が、えー、この再検証、えー、再調査についてですね、拒否したっていうのが、まあ、あの、報道されていると。今日の23日の、えー、参院予算委員会でですね、この公文書改ざん問題について、えー、野党が再調査するべきだと、えー、言ったにもかかわらず、安倍首相はですね、 えー、麻生太郎、えー、財務大臣のもと事実を徹底的に調査し明らかにした。えー、捜査当局による捜査も行われたと述べたということで、えー、再調査は、えー、拒否したと。改めて拒否した。二回拒否したっていうね。えー、ということでね。いや、でも、その、手記が出てきたわけですから、財務局のね、近畿財務局職員のね、 ね、この方がもう公文書改ざん、えー、上からの指示せざるを得なかったという手記を残しているわけですから、それは,そ,れはそんな拒否というのはどうなのかなというね,ね。やっぱりそもそもね、これはの職員の奥さんも指摘しているんですけども、安倍首相がですねこう再調査を拒否する立場にあるのかどうかというのも、ですね僕も本当そ,それは疑問やなと思いますね。 うん。だってその、安倍さんも、まあ、はっきり言ってこれ当事者でしょっていうね。この森友の公文書改ざん問題については。僕、っていうふうに、まあ、 あの、指摘されてるわけですよね。それはやっぱその、なんていうんでしょうかね。それ安倍さんがこの森友問題に関わっていたと。奥さんの安倍昭恵さんもね、そうなんですけども。で、まあ、それにて私もですね、安倍首相はですね、私や妻が関与していたら、えー、総理もなんか議員も辞めるみたいなことを言ったのが発端であると。 それの辻つ,つまわせるために、この公文書っていうのがですね、その政治家が関与した政治家とかですね、安倍首相の、えー、奥さんである安倍昭恵さんがですね、あの、 いい、いい件ですから、前に進めてくださいということを言ったという、そういう記述している文章をですね、あの、削除したというのは公文書改ざんになってるわけですから、それで改ざんされてるわけです。そこを消すためにね。だからもうこれ、安倍首相も、まあ、 当事者と言っていいんちゃうからと。だからそういう人が再調査を拒否するっていうことの、まあ、おかしさというかですね、うん。こんなもん、だから第三者の元で改めて再調査、えー、したらいいとか、そういうふうに安倍さんが言うんだったら、まだしもですね、まあ、徹底的に捜査も行われたからみたいなことを言う権利っていうのがあるのかなっていうのは思いますね。 そういう意味でもね、やっぱ、あの、不信感しか残らないと思うんですよね。あの、安倍さんが再調査を拒否するっていうことに関してはね、うん、まあ、真実っていうのがまあ出てきてるわけですからね、まあの、なんていうんですか、それはもう、当時の理財局長の全て、 全て当時の理財局の指示ですって言ってるわけですから、亡くなった方がね。えー、でそれはもうあれでしょうって思いますよね。再調査して当然でしょうと思うんですけども。まあでもこれがね、あの、本当どういう風に、あの、今後の展開としてあるのかなと。これで終わりなのかね。 えー、それともまたその週刊文春なりですね、例えば、えー、これ報道してるね、あの、今、ジャーナリストの方だったりですね、この、何ですか、ジャーナリストの方はこのヤフーの個人ニュースでも、えー、まあ、続報というかですね、この奥さんがこういうことを、えー、言っているということも、あの、バンバン書いてるわけですよね。だこれで終わるのかなっていう気もするんですよね。まあ、これで終わったら、 あの、まあまあそこまでな感じもね、し、しなくもないと安倍さんはずっと拒否するっていうね。ただでもやっぱその、 またいろんなですね、まあ、事実だったり、手記だったり、証拠だったりっていうのが、えー、今後出てきたりね、ね、まあ、新たな証拠とかですね、出てきたりしたら、その時どうなるのかなっていうのは、思いますよね。やっぱこのタイミングで、その、週刊文春が、あの、出してきたというところに、僕はちょっと、なんで今なのかなっていうのも思うんですよね。まあ、そういう予算の時期でもあると、あの、 なんかこういうね、えー、まあ、それが、やっぱその安倍さんの時期、えー、まあ、総裁選だったりですね、まあ、時期総裁選、安倍さんが出るかどうかわかりませんけども、まあ、そういういろんな微妙な時期に来てるっていうのもね、僕は背景にあると思うんですよね。あと菅官房長官もですね、えー、ま、た安倍さんとね、まあ、あのー、二人一組、二人一つみたいなね、なんかそういう、あ 関係からですね、まあ、徐々に、まあ、菅さんもですね、あの、外れつつあるというかですね、あの、一斉休校要請に関してもコロナのね、どうしも菅さんは関わってないとかと言って言ったりとかして、微妙にその安倍さんの、えー、周囲というかね、安倍官邸の中でもですね、いろんなズレが出てきていると。 ええー、ということもあってですね、まあそういうのもですね、まあい,いろいろ影響してくる可能性はあるんじゃないのかなって僕は個人的には、あの、思うんですけどね。うん、まあでもこれはやっぱりね、あのー、やっぱりちょっと、あのー、おかしいなっていうのは明らかにこれ国民は思ってると思うんですよね。 まあ、それがその内閣支率に影響するかどうかっていうのはですね、今んところ、えー、その影響しないと横ばいということで、ただ、ただこれがね、また、えー、第2弾、第3弾みたいな形で、なんかいろんなものが出てきたらね、えー、どうなるのかなっていうのは思いますよね。まあ、出てこない可能性もそれはあるかもしれませんけどもね、うん だと、このジャーナリストの方もね、あの、いろんな形でいろんなところに書いてると。で、反響も大きい。ええー、いろんなメディアでも取り上げられた。で、ツイッターでもですね、まあ、いろんな、あの、著名人の方がこの問題を取り上げてツイートしてるっていうことを考えるとですね、まあ、どうなんだろうなと。で、あと、与党のね、自民党とか公明党もですね、どういうふうに思っているのかなと、再調査しないということに関してね。まあ、それでも、さ、 安倍首相が言うように再調査、再調査しなくてもいいんだと、自民党も公明党も言うのであればですね、それはやっぱり自民党公明党への評価っていうことにもなってくると思うんでね。だから明らかにこう、すべて当時の理財局長の指示っていうのが、こう明らかにこれ新事実なわけですからね。だらそこをね、やっぱり、 あの、再調査しませんと切って捨てていいものなのかどうなのかっていうのは、思いますけどね、うん。まあいろんな動きが出てくるのかなと。まああと、えー、オリンピックのね、まあ延期、東京五輪の延期もですね、まあ安倍首相がまあ事実上、まあ容認したと。えー、完全実施困難だったらですね、まあ延期も、えー、やむなしみたいなことを言ったんですけども、ただ中止っていうのは選択肢にないと。 え、いうことも語ったということで、まあ中止は選択ゃないけど延期だったらあるのかなっていうのもこれから見えてくると思うんでね、まあそういう意味でもこの、かなり微妙なね、たぶ7月に解散説と解散あるかもとかとも言われてるわけで、うん それの絡みで、ですねまた森友問題が、えー、またいろんなものが出てくる可能性もあるんちゃうかなと、うん、このまま素直に解散させたくない勢力みたいな動きとかもね、でも僕はあるんちゃうかなとかと思ったりするんですけどね。うん 解散、安倍さんが解散できなかったらですね、まあ安倍さんはそのまま、あの、総辞職の可能性があるとも言われてるわけですからね。えー、ほんで次の人に、あの、バトンタッチで、その人のもとで、えー、解散総選挙が行われるかもしれないということですから、いろんな思惑がね、この森友問題、再検証の問題とは、 あると思うんでね。まあ、そういう意味でも、今後も、えー、注目すべきあの問題なのかなという風うに、えー、思いましたけどね。チャンネル登録よろしくね。